どうも、ジェンでございます。阪急三番街にうちの卵という卵かけご飯専門店があるらしいということでですね、やってまいりました。メニューもほんま卵関連に絞られててですね、こういう醤油もいろんな種類がありましたね。そして僕が頼んだのはもちろん卵かけご飯、卵かけご飯って言いづらいんですけど、600円ですね。もはや言いづらいんですけどっていうのも噛みかけてたんですけれども、まあ滑舌が非常に心配なんですけれども、卵かけご飯ですね、食べていきたいと思う。ほんまにギリギリやな。まあまずはですね、卵をこう割って醤油と絡み合わせて混ぜてから卵にかけるという仕草をですねやっていきたいと思います。仕草というか、まあ動作というか過程というかね。いやいや、それにしても卵かけご飯専門店ってね、なんかおにぎり専門店も巷ではちょっと噂ですけれども、卵かけご飯専門店ってと思いながらね、そう、実際に卵かけご飯で勝負してる店の卵かけご飯ってどんなんなんやろうってね。で、まずね、卵かけご飯の前に味噌汁から飲んでいくんですけど、こうやってしめじとか貝割れかな、大根とかも入ってて、まあ見るからに優しい味わいなんですけど、いざ飲んでみると優しい味わいでしたね。いよいよ待ちに待った卵かけご飯の時間がやってまいりましたということでね、ちょっと混ぜながらいただきますということで、ふうふうとね、ちょっと熱さ冷ませまして、口に入れた瞬間にですね、卵かけご飯やんと思いましたね。いや、こんな卵かけご飯なことあんのっていうぐらいね、ほんま卵かけご飯を感じれまして、なんか今まで食べてた卵かけご飯は卵かけご飯じゃなかったんかなっていうぐらい、この卵かけご飯がめちゃくちゃ卵かけご飯でした。卵かけご飯って言いづら言うてんのに、自らを苦しめさせていくぐらい卵かけご飯って言うてるんですけれども、そして卵かけご飯を頬張った後に流し込む味噌汁もお優しい味、店員さんもお優しい方々でですね、このお店自体がお優しい空間でございました。で、こういうお店ね、一人で入りづらいんかなと思うかもしれませんが、お一人様でも全然大丈夫でございます。お一人様カウンター的なのもしっかりと用意されておりましてですね、このご時世、一人時間一人行動というのもだいぶ当たり前になってきました。まあ、昔に比べたらね、ぼっちで何かをするということにもね、皆さん自身抵抗がなくなってきているということもありましてですね、全然一人でも来店可能でございますので、皆さんぜひ一人で行ってみてはいかがでしょうか。で、なんとこのお店、卵かけご飯600円のお値段でですね、卵とご飯を1回までおかわり無料という、なんという太っ腹ということなんですけれども、私も当然おかわりしまして、で、2回目はですね、ちょっと醤油の種類変えました。1回目はくまモンのね醤油だったんですけれども、今回2回目は違う方の醤油。いやー、こうつつけがたい。どっちもどっちの美味しさがある。花屋の店先に並んだいろんな醤油を見ていた。やらへんがな。ナンバーワンにならなくてもいい。やらへんがな。花屋の店先に並んだ醤油ってなんや。ほんで、花屋の店先に並んでいるのは花か草だけ。なんで花屋に醤油置いてんねん。まあでもそういうことですよ。ほんで、世界に一つだけの花の歌詞にもあるようにね、本当に一番決める必要はないんですよ。どれも全てがオンリーワンですからね。だから皆さん、もしね、なんか俺あの子よりテストの点数悪いなーって、あの子賢いな、俺アホやなーみたいな、あの子めっちゃ可愛いけど私ブスやなーみたいな、なんかそんな感じで思ってたら、それも違います。否定させてください。あなたにはあなたの良さがあるんですから。君には君の良さがある。人には人の乳酸菌言うて、ほんま人には人の乳酸菌ってほんまええ言葉やと思いますよ。自分と他人は違いますからね。ただやっぱみんな共通して持ってるものはやっぱ笑顔ですよね。この世の中やっぱ何でも笑顔で乗り切れますから、まあ、今年は笑顔を絶やさない1年にしたいな。何の話してる今。いやいや、卵かけご飯の動画やのに後半なんか笑顔の話してた。なんか宗教じみてた最後。なんかセミナーか思ったもん。ということでですね、先ほどの笑顔の教えが入った水、Amazon で1本2900円で売ってますので、皆さんぜひお買い求めください。雨が降った後、水たまりがあるから、学ぶ力が全て始まる。僕らが応援した夢の塊が窓に映る今、その時ジエン。